皆様こんにちは。現在東京駅に来ています。本日はここ東海道新幹線の起点東京駅から終点の新大阪駅まで東海道新幹線を全区間乗車していきたいと思います。撮影日の2021年8月14日はですね、先日の近畿地方大雨の影響により大幅にダイヤが乱れていました。新幹線だけでなく在来線も大幅な遅れ運転見合わせが生じました。私が乗車するのぞみ37号が東京駅に約30分ほど遅れて入線してきました。そのためホームにたくさんのお客さんが並んでいますね。19番線の電車は折り返し13時30分発のぞみ37号博多駅となります。車両の整理が済むまでお待ちください。早速ね、東京駅を出発したということですので、東京駅のコーナーで買った駅弁を早速ね、食べていきたいと思います。で、その食べる駅弁というのが、米沢名物の牛丼弁当、牛肉ど真ん中ですね。この牛肉弁当、米沢名物と書いてありますので、米沢牛でも使ってるのかな？そう期待しちゃうんですが、そう書いてないんですね。ただの牛肉に国産牛としか書いていないんですね。早速蓋を開けてみますとこんな感じですね。牛肉のそしてそぼろがたくさん敷き詰まっていてとても美味しそうですね。今回牛肉弁当を初めて食べるということですので、どんな味がしているのかとても楽しみです。毎回東海道新幹線に乗る際に買うお茶っていうのがこの静岡茶なんですよね。東海道新幹線のホームにある自販機で売っています。静岡県産の茶葉を 100% 使用したとても美味しい静岡茶です。ペットボトルの下の方には東海道新幹線のイラストも描かれています。いろいろと撮影してたらもう品川駅を発車していました。それでは早速牛肉ど真ん中弁当をいただいてみたいと思います。牛肉ど真ん中弁当の牛肉、甘辛く煮込んであってとてもご飯と進みます。かなり美味しいです。駅弁を食べ終えた頃にはもう新横浜駅を発車していました。次の停車駅は愛知県の名古屋です。新横浜名古屋間はのぞみ号の力を発揮する区間でもあります。名古屋駅まではあと1時間30分ほど、のぞみ号の豪快な走りを見ていきましょう。新横浜駅を出ると早速高速スピードで走行し、最高速度284キロまで到達しました。
けで東京駅から約1時間30分ほどかかりまして、ここ名古屋駅までやってきました。さすが愛知県で一番の大ターミナル駅だけあって、かなり大都会ですね。名古屋駅前はこんな感じで工事をしていました。おそらくリニア新幹線のための工事なんですかね。というわけで名古屋駅を発車していきます。次の停車駅は京都です。名古屋駅から京都駅までは約35分ほど走行していきます。ということで電車は歴史のある町京都に到着しました。 JR 東京駅を出発してから約2時間が経過しています。というわけで東京駅から約2時間半電車は新大阪駅までやってきました。向かい側のホームには山陽新幹線桜号鹿児島中央行きが停車しています。今回初めて東海道新幹線を全区間乗車し、また大阪府にも初めて降り立つということですので、とても楽しみです。